はい、外科医の太田勝です。今日は巻き爪の矯正治療についてお話したいと思います。まず巻き爪はライフスタイル、スポーツや靴、ハイヒールのような靴ですね、外反母趾、皮膚の病気などによって足の親指の爪に、よくなるんですけれども、爪の両端がこう巻いてくる状態ですね。で、まあ、痛みがない場合はいいんですけれども、痛みが出てきて、でさらに指の中に食い込んでいって、指の中の肉をえぐって外に出てくるような状態になる。こうなってくるとかなり重症なんで、痛みがすごいです。痛みが強いです。なので巻き爪の治療をしに患者さんは来院されます。巻き爪は痛みがあるかないかで分かります。痛みがない、まあ、軽症の巻き爪巻いてる状態が気になる方、生活上で何か不都合がある方、矯正治療というものがあります。一方で痛みがある場合は腫れがあるかないかで変わります。痛みがあってさらに腫れてるっていう状態は感染を疑います。バイ菌が感染してるかもしれません。なので医療機関の受診をお勧めします。一方で痛みはあるけれども腫れてない場合は、これも矯正治療で一旦治すというのが有効なんじゃないかというふうに考えています。巻き爪の治療はどういうものかというと、2つ、痛みを取るか腫れを取る。痛みを取るのに関しては矯正治療と手術治療があります。矯正治療はポドフィックス、BS シパンゲ、ペディグラス、ネイルトリム、VHO、3T 用法など20種類あります。たくさんあるんですけれども、器具やワイヤー、プレートを使います。で、矯正治療は副作用がなくて簡便にできるというものがあるんですけれども、一方でよく金属の物質を使いますね。 MR が取れない、それから保険が引かない、自費診療です、保険が引かないです。それからそもそも矯正するだけですね、根本治療ではありませんので、放っておいたら再発します。矯正治療をしても日常生活を見直さないと再発します。で、日常生活を見直すのはどういうことをするかっていうと、爪の形、爪切りで爪を切る形をどうやって整えるか、あとは靴ですね、インソール、靴底や靴下、ハイヒールを履いている方はスニーカーに変えるなどの靴を見直す、親指に負担をかけないような歩き方、まあ、こういったことで矯正治療と日常生活を見直しすることによって再発を防ぐことができます。で、矯正治療が効かない、巻き爪が強すぎて肉が外に出てきて持ってきたり出血したりするような状態は総処置が必要です。そういうのは手術です。えぐれた肉を取ったりとか、巻き爪自体を取るというのが手術治療です。で、腫れてる場合はどういうことですか。感染ですので抗菌薬を使います。飲み薬とか塗り薬などを使ってバイ菌をまず倒します。で、総処置、爪の周りの肉だけではなくて爪自体を取ってしまう、除去ですね。爪の出てくる根本の場所からも全部取ってしまう。つまり手術をすると爪がなくなります。手術治療をすると巻き爪もなくなりますけれども、爪もなくなってしまう、爪も生えてきません。まあ、そういったことで矯正治療でまずやってみて、でそれでも良くならないなどすると手術治療が出てきます。で、今回は、矯正治療のうちで VHO 法について説明します。 VHO 法はどういうものかというと、巻き爪の広げる場所が、他のものは先端にこう器具をつけることが多いんですけれども、 VHO 法は結構真ん中のところです。 VHO っていうワイヤーを爪の奥にこう引っ掛けて、爪の中ですね、引っ掛けて、で、ワイヤーを引っ張るですね。で、引っ張ったところはジェルをくっつけて動かないようにして固定します。根本治療ではないという欠点もありますけれども、利点はほとんど副作用ないですね。で、外れないです、外れない。ただ、まあ、外れる方いらっしゃるんですよね。サッカー選手、例えば鹿島アントラーズの選手につけたことがあるんですよ。くっつけてプレーしてください、まあ、外れたんですね。それぐらいのことをしない限りは外れないです。でも外れた場合はもう一度つけますんで、まあ、つけに来てください。大体2ヶ月に1回くらい患者さんに来てもらうんですけど、2ヶ月経ったらどうなるかというと、爪が伸びるんですよ。伸びて先端の方行くんですね。伸びて先端の方行くんで、外してまた根元の方に持ってってつけるということをしています。VHO療法は副作用少ない。矯正治療をしながら日常生活を見直すということで再発の予防をしていく。で、これ見直さないと必ず再発します。なので、また巻いたらやりましょうねというよりは、ライフスタイルを直して巻くまでの時間を長くしましょうねということが矯正治療の目的です。巻き爪の治療は痛みを取ること、腫れを取ることを目的とします。痛みを取るには矯正治療、手術治療があります。腫れを取るのは抗菌薬などの飲み薬や塗り薬、総処置、手術などがあります。太田勝でした。